ず私から前提を説明しましょう。これは両者が合意した一時停戦協定に基づく惑星封鎖機構に対する同時襲撃作戦です。目標は敵方が保有する拠点群及び強襲艦隊、そして先般起動した。ここからが本題だ。要するにルビコン各地で封鎖機構との総力戦が起こる。貴様らは貧乏くじを引いた。ここにいる面々がアサインされたのは最大の脅威、表現の化け物大使だ。やってられるかよ。俺は遠巻きに見物させてもらうぜ。ガンツファイブ、前線に出るメンバーが一人確定したようだな。アイスワームの多重コーラル防壁を無効化する手段について話そうじゃないか。あれはプライマリシールドとセカンダリシールド、2枚からなる鉄壁の守りだよ。1枚目を突破する手段はアーキバスが提供しましょう。最新兵器スタンニードルランチャー、これを幹部に当てれば求める結果が得られるはずです。2枚目はどうする？夜鍋して作ってたおもちゃがある。ラッド金星オーバードレールキャノンさ。バートラム旧宇宙港の大気電力を回せば威力は足りる計算だが、問題は命中精度だね。そういうことであれば車種は任せてくれ。狙撃には自信がある。私は現場監督として出ましょう。寄せ集めには統率が必要です。弾幕要員も1枚欲しい。うちからはチャティも出そう。あと決まっていないのはスタンニードルランチャーを誰が当てに行くか。最前線で殴りに行く係なら最初から決まっている。ガンツ13、話は聞いていたな。愉快な遠足の始まりだ。これだけの勢力が一堂に会する作戦はそうそうない。行ってこい621。どうも、アイスワーム撃破です。いや、撃破はこれからやるんですけど、紛らわしいミッション名ですね。いつもと動画の構成が異なるのはちょっと思うところが出てきたからです。さて、ミッションの方です。前回のラストで、お前まだ説明中、お前まだまだ説明中。ここで映らしい断続を。そう、これ当てるのか大変だ。アセンの話に戻しますが、前回のラストでもらった VE6GSNA が必要だそうなので装備、あとはよくわからないので適当に効果力を揃えてきました。なんとなく四つ足にもしてあります。特定の武器を支給されてそれを当てろというミッションは歴代にもなかったような。ちなみに VE6GSNA を装備しないと特殊なセリフが聞けるらしいです。そして話すことがなくなると無言になるのは本シリーズではやむなし。これ本当に当たるのかね。痛い。なんかミサイル飛んできてたわ。痛い。現場監督が気に入らねえ。ファイブの世話も無駄だ。
返し行けるか語り申した。プライマリシールド消失。シールド消失を確認。レールキャノン発射シーケンスに入る。 EML モジュール接続。エネルギータービン解放。出力 80%。 マットのせいで油羽を思い出すのだ。急には使えない武装パイルバンカー。仕方がないので射撃武器を行きます。チャージできてなかった。まあなんとかなってるっぽいので問題なし。この野郎決めやがったね。当然です。この程度はやってもらわなくては。ビジター、目標が呼吸を展開した。対処する。呼吸ぐらい殲滅してもらえないだろうか。武器だからタイミングが遅れる。語り申した。捕まると一瞬だわ。また当て直しか。ミッション開始だ。本作戦の総指揮はミシガンが取る。これよりベイラムとアーキバスの合意に基づき、混成 AC 部隊による作戦行動を開始する。始めるぞ、命知らずども。寄せ集め各位、統率を欠かないよ。なんだこいつは。当たらん。タイミングの都合でダメージがついてくる。シールド消失を確認。レールキャノン発射シーケンスに入る。 EML モジュール接続。エネルギータービン解放。出力 80%。 照準補正よし。90、95。外しはしない。きたー。セカンダリシールド消失。行きますよ。今度は当たりました。この野郎決めやがったね。当然です。この程度はやってもらわなくては。ミジタ、目標が呼吸を展開した。対処する。今だ。語り申した。プライマリシールド消失しました。シールド消失確認。レールキャノン発射準備。エネルギータービン出力 80%。 出力 95 100。 巻き込まれるなよ。痛い目だ。
やっぱ寄りすぎてもダメか。行きますよ。アサルトアーマーみたいな感じか。ミサイル飛んできすぎ。これは悠長にやっている余裕はなさそうだな。レールキャノンの出力を限界まで引き上げろ。被害が広がる前に決着をつける。次が最後の一発と思ってくれ。運がいい。近い。当たり申した。ねえ、もう一回。真正面アーターラーン。ランチサーティー化け物も追い詰めれば守りを固めるよ。見てから回避は厳しい。泣きを入れたらもう一発だ。アーターラーン。タイミングがシビアすぎる。当たり申した。もうお前よくわからん。よくやってくれた戦友。 EML モジュール全点接続。エネルギータービン全開。出力80、90。緊急面全閉鎖。リミッター解除。行きますよ。射撃射撃。リロード長い。行きますよ。やったか。爆発するぞ。離れろ。本来司令官が爆発する。こいつは面倒なだけであった。期待ことがあります。コーレルは、彼らは私の同胞なのです。コーレルに織りなす潮流、私はそこに生じた一つの波形。実体を持たぬルビコニア。これまで長い間誰にも知覚されることはなかった。レイブン、あなただけだ。621、戻って休め。これから忙しくなる。よくやった。ベイラムとはアーキバス。
二大企業グループの一時共闘により戦況は覆り、惑星封鎖機構は保有戦力の過半を喪失、生涯への撤退を余儀なくされた。決定打となったのはベイラム主導によるアイスワーム掃討作戦だったが、アーキバスは封鎖機構の執行部隊との交戦を経て強襲艦をはじめ主力兵器の多数露獲に成功。これは両者のパワーバランスをアーキバス優勢に傾け、企業陣営の消耗を見込んでいたルビコン解放戦線にとっても大きな逆風となった。惑星封鎖機構という共通の敵を失い、にわかに再燃した集積コーラル到達競争は以前にも増して硝煙の匂いを漂わせ始めていた。妖怪人間 C4621 通常モード移行、新着メッセージ2件。621、調子はどうだ？もう少し休息を与えたいところだが、企業はすでに動き出している。封鎖機構が片付いた今、あとはコーラル集積地点を目指すだけだ。養生都市ザイレムで行った調査は覚えているか？得られた情報を友人が解析した結果、中央表現には広大な地下施設があることが分かった。ウォッチポイントアルファ、アイスワームが防衛していたのもこの施設の入り口だったようだ。お前にはこれに潜ってもらう。エイブン、一つ伝えておきたいことが。ウォルターの言う友人ですが、彼がそのような人物とやり取りを行った記録は存在していません。ウォルターは本当の思惑を伏せている。そしてあなたを使い何かをなそうとしている。このルビコンで。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。アリーナにおいて A ランク隊の仮想戦闘が開放されています。戦闘技能のたゆまぬ研鑽にお役立てください。ということで、ハンガーに戻ってきましたので、今回はここまで。それではまた。